阪神高速5号湾岸線は、大阪府大阪市住之駅区の4号湾岸線から、兵庫県神戸市の第二新米北線へ至る、阪神高速道路の路線である。路線のうち、湾岸線8期 6.4km については一部、完成しているが、大部分については、未開通区間である。旧期 14.5km については、着工に取り掛かっているが、現在も、 未開通区間である。これらの区間は2009年3月に都市計画決定され、6車線の高架道路が建設されることになっている。阪神間を大阪湾に沿ってつなぐ道路で、3号神戸線に次ぐ阪神間の第二ルートとして建設されている。同じ湾岸線という故障で、天保山 JCT から泉佐野方面に至る4号湾岸線もあり、 南港 JGT で接続している。この4号湾岸線と合わせて大阪湾岸道路となっている。現在のところ、末端に取り残された状態の湾岸線は、接続している第二神明北線の一部として機能しており、道路管理者である阪神高速道路は料金を徴収していない。西日本高速道路の管理するスマ料金所にて第二神明道路の料金を支払うことで、 本区間の通行も可能である。最高速度は他の阪神高速道路の路線よりも高い時速 80km となっている。秒谷 JCT、タルミ JCT の出入り口番号は案内標識には表示されていない。阪神高速の道路情報ラジオの冒頭はこちらは阪神高速路速です。午前時分現在の道路情報をお知らせします。と放送される。 24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成六甲アイランド北出入り口妙谷に JCT が未開通のため3号、神戸線に次ぐ阪神間の第二ルートとしての機能は不完全である。湾岸線の住吉浜と神戸線の前やもしくは京橋の間で乗り継ぎ制度が実施されている。排気ガスや騒音による公害の現況とされる大型車を 湾岸線へ誘導するため、郊外等調整委員会の圧線に基づき、料金を200円割引クロードプライシングが施行されたが、見るべき成果は得られなかった。8期の駒ヶ林南、出入り口明谷 JCT は、推定トンネルを含む長大トンネルで計画されており、費用面、技術面、運用面での混乱さが予想される。また、9期の六甲アイランド、 北出入り口駒ヶ林南、出入り口は特定重要港湾である神戸港を横断するが港湾関係者との調整が進まず2009年3月まで都市計画決定さえ,さえされていなかった。そのため並行するハーバーハイウェイを活用する案も候補として挙がったが活用する場合に容量不足になるなどの問題が多い。2003年に旧憩についての検討を行う。 大阪湾岸道路有識者委員会が設立され、2005年に1月までに16回の委員会を開いて、提言をまとめた。この提言を受けて、同年2月に兵庫県は都市計画手続きを開始し、2009年3月に都市計画決定した。しかし、同年内に自民党から民主党への政権交代が起こると、民主党政権が掲げたコンクリートから人へ、 の大号令の元全国各地で公共事業が中止凍結され東道路も例外ではなく事実上の棚上げ状態となった自民党政権が復活した後の2014年に入り神戸市内の六甲アイランド駒ヶ林南の約 14.5km 区間が建設費に関する県と市の負担割合の目途が立ったことで整備が進められるとの報道がなされた 報道によれば、阪神高速道路事業と国直轄事業を組み合わせた手法を取り入れることで、神戸市の負担を軽減し、また4社協議において、さらなるコスト削減策や残る未整備区間の方向性も合わせて検討するとしている。2016年度から、一般国道2号大阪湾岸道路、西新部として直轄事業化される予定だった。 そして2018年12月22日、国土交通省、阪神高速道路、兵庫県、神戸市は、六甲アイランドで、日清部の寄港式を行った。事業費は5000億円で、完成まで10年を見込んでいる。道路規格、第二種第一級設計速度、時速80キロメートル車線数、6車線。ありがとうございます。